はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。秋山様、 M 様、ご支援ありがとうございました。何でもご支援いただき誠にありがとうございます。政治活動を資金させていただきたいと思います。11月2日に NHK でも渋谷でやろうと思っていましたが、集合場所の公園って公園使用許可取らないといけないんですけれども、年内は空いていないっていうですね、公園課の驚愕の回答もらっちゃいまして、あんな小さいとこもって聞いたんですけど、空いてないんだって、年内。っていうことは渋谷でやろうとすれば年内はできないっていうことになりますね。そうすると真冬になっちゃって、まあ、3月4月ぐらいまで、できないってなっちゃいますんで、やむを得ない。うちだから貸さねえのかなってちょっと邪推しましたけれども、まあうちだって名乗ってないうちに聞いて空いてないって言われたんで、NHK の仲間でですね、渋谷区後援課が NHK の仲間で、意地悪してるんじゃなさそうであります。是非もなく池袋コースを検討中です。池袋で2回やってますけれども、サンシャイン、60のそばの巣鴨プリズンアートの池袋中央公園ってとこに集合するですね。そこ空いたそこで、そこを取りまして、池袋で、考えております。あとはですね、そのコース中に大規模な道路工事とかないかどうか警視庁に確認して、デモ申請って公園課に行って公園使用許可を申請するでしょう。で、すぐもらえない。何日か経って出来上がりましたよって言って、また行って公園使用許可をもらうと。そして警視庁に出向いて、こんなでこんなでこんなでこんなの、デモをやります。つってコースはこうこうでって話し合いをする。で、もう一回行ってですね、警視庁に本申請っていうのをしまして、警視庁でこさえてもらった書類を持って所轄、次は池袋署ですか、巣鴨署か、あそこの管轄は巣鴨署行ってこうですよ、って言ってですね、警視庁で作ったで厳重に封された文書を巣鴨署に届ける。で、後日ですね、巣鴨署からまた連絡があって、デモ申請の許可っていうのを取りに行くって、役所と警視庁と所轄に2回ずつ行かなくちゃいけないんですよ。クソめんどくせえの。なんでこんな、わざとやりにくくしてあんのかなって、思うんですけど、まあまあ、手続きね、簡単にしたら、誰でも彼でもデモをやられちゃって大変だからなのかな、ちょっと思ったりなんかしてね。なかなか一般人の方、特に平日お休みでない方は無理、不可能。だって2回ずつ行かなくちゃ、参加者に2回ずつ行かなくちゃいけないんだもんね。厄介でございます。今日10月7日はプーチン君の70歳の誕生日だそうです。早くウクライナ侵略をやめろと、70歳にもなって何やってんだお前、いうような感じですけれども、来年秋頃値下げしますと NHK が発表。1割値下げを強調していますが、実は違った。記事よく読むと違いました。世論です。今年に1000か値下げなんて1000でもいいから、見たい人だけ課金するサブスクにしてくれ。あ、そうそう、スクランブルって何ってエンドの声、聞こえたんで、そっから分かってない、みたいなんで、NHK をサブスクにっていうのぼりも今注文中であります。サブスクならサブスプリクションなら若い人分かりやすいじゃないですか。エンドの高齢者さんはサブスク分かんなくてもまあしょうがないかな。高齢者さんが NHK 見ないようになるのはあんましないだろうからな、無理だろうからな。もちろんこの動画見れてテレビなんかもうねえわっていう、エリート高齢者さんは別ですけれども、スクランブルで解決。公共放送を名乗るなら月500円が限界。民業圧迫すんな。
Hulu なんて見放題で1026円だぞ。月額2000円は高い。ネットあるのに衛星放送って必要か？そうだよね。あとね、あの日本のことを知ってもらうための外国向け放送っていうのも NHK はやってますけど、日本人から徴収した受信料でタダで外国人には見せてって言ってる放送ってやってますけど、ネットあんだからそんなの必要か？外国人向け放送必要か？衛星放送って必要か？思いますよね。地上波契約1255円月額、地上波プラス衛星で2170円セット販売、衛星放送の差分は915円っていうことになるんですけど、受信契約の半数超を占める衛星契約の受信料、あ、これはあれですね、記事ですね。ですね、記事にですね、衛星契約の分の1割程度値下げするということが記事に書いてあったんで、下がるのは90円強ですね。衛星だけの分が915円ですから、91円ぐらい下がるんじゃないですか。半数を占める地上波のみの契約の人は値下げなしであります。1円も、半数の衛星契約者は2080円ぐらいになるのかな。2170円が、1割値下げばかりをタイトルで強調する詐欺ですね。衛星契約はあの契約全体の約半数でずっと横ばいなんですよ。これ全体が契約者数で、オレンジが衛星も地上波も契約してる人、ずっと横ばい。これを問題視した NHK はですね、いずれ衛星セット契約の一本化に向け画策中であります。これ内部情報なんですけれども、これもその一部と推測いたします。915円を半分から取るより全体から500円取った方が総額は上がるもんね。あとはあの契約の一本化で面倒なあの事務手続きとか処理費とかそういうのも減らせるし、衛星込みの契約に一本化できれば1755円でも NHK は得するっちゅうことだ。現在半数を占める地上波のみ契約の人は500円ぐらい大幅に上がっちゃうということになりますけど、それにあの全地域全施設で衛星を受信できるとも限らないので、これね、もう誰でも衛星放送受信できるなっていうことに NHK が宣言したらやられるでしょうね。現に名古屋でですね、古いマンションで古いアンテナしかついてない、衛星放送見れないのに長年衛星放送を払ってて、裁判やって買った例があります。カラーテレビ普及前はですね、白黒テレビの普通契約とカラー対応のカラー契約2本立てだったんですよ。カラー契約は絶対になくしませんって断言していたにもかかわらず、ある日しれっと全契約をカラー契約に一本化した前科が NHK にあります。NHK はこれの再現狙ってんでしょうけどね。地上波のみ契約の人は値下げにならない1円も、衛星と地上波のみの価格差を小さくしていって、いずれ一本化するための計画の一環である。邪悪の塊 NHK が邪心のないことをするわけないということで、リアルな周りの人に周知よろしくお願いいたします。からっきしだがどすべりした泉健太、国会本会議で議長にしつこく質問する前代未聞をやらかしました。後ろ振り向いてこんなこと言ってね、議長はだんまり決め込んだんですけど、まあ、答えられないからね。自民と統一の関係を文書1枚で提出した自民党に対して細田議長に聞いた、全くの説明不足だ、真相を語れるべきだ、仕草で答えてほしい、振り返って何度もしつこくしたみたいであります。自民失礼、共産いかがなものか、議会運営委員会今後注意するよう立憲に申し入れだそうであります。世論あれじゃダメだ、さすがに永遠のネクスト総理。議長に質問って前代未聞、議長に絡んでも何も答えんわ、そういうポジションなんだから。泉と一緒になってやじってたバカ議員も
吊るせ、そうだ答えろなんて言ってたバカ議員いたみたいですけど、政権取りたいと思ってないのがよくわかる。テレビ用のパフォーマンスだから。こんなの正しいかのようにテレビ放送しててヘドが出た。ずっともの共産党にも怒られてんじゃん。共産党にも言われるとか相当だな。テレビ向けアピールに全力。なぜ国会のルールも守れないやつが議員でいるのか。共産主義者に民主主義の議会での言動をいかがなものかって言われちゃいましたね。お友達とはいえ共産は立憲が弱ればね、支持者横取りできんじゃねえか。叩けるとこは叩きますよ、そりゃ。地方議会の場合ですね、市長プラス役所が与党で、議員は全員野党であります。私も議員になるまで知らなかったんですけどもね、市長が総理で、総務部長とか土木部長とか教育長なんかが大臣で質問に答える。そういう形式ですね。議長は議員を代表して議事進行する係で、野党側なんですよね、地方議会で言ったら。なので議長に質問は地方議会ではありえません。同じ野党議同士で質問なんかしないでしょ。だって与党は市長とか区長とかと県職員とか市職員なんだ、部長とか課長なんですからね。これ知らない情弱さんたちはテレビ見て自民党に立ち向かう泉代表かっけーってなるのかな。なるんだろうな。なるよ、これテレビでこうさもね、勇ましく放送したらなる。エリート高齢者さん、これの動画を 見れるエリート高齢者さん、議会の仕組みや、そういうね、議長に聞くなんてありえねえということを周囲に啓蒙よろしくお願いいたします。自民党が調査結果がペラ1枚だったことに関しては共産党も納得いかないらしく、シーカズを、記者会見でですね、自民党も内閣も統一に汚染されてるから調べるって言わないと言いました。世論支持率 2% が態度がでかい。日本一のカルト集団が偉そうに。カルト日本一は公明では。まあ規模からしてね、汚染されてるのはあんたんとこだろ。統一の件で共産と公明が何を言っても説得力なーい。まあどっちもカルトということで、共産党は汚染されていないと堂々を嘘をつける胆力。言わないよ絶対、これ歌だな。共産党も外国との関係を調査して個人名義の献金の内心とか調査しようがないだろう。赤旗新聞を一人で2部以上取らされてる人がいないか調べてみようか。共産主義は汚染の根源、汚染物質そのものに言われても説得力がない。日頃の行いでいくら事実をついても聞く耳持たれない共産党などなど、自民は統一とズブズブだってことにしたいメディアと野党なんですけれども、あとネットにもいっぱいいるな、ツボがーっていうやつね。自民はすでに統一よりも巨大で凶悪なカルトとズブズブですよ。なんせ連立組んでるぐらいでして、ズブズブ。前回参院選の比例得票は減ったとはいえ618万票。信者2万人から8万人って言われてる統一なんか必要ないんじゃないの。昨日あたり世耕さんがその2万ぐらいの統一教会に、政策が左右されることはないよ自民党はって、断言してますってけれども、シーカーズ汚染されている、お前は汚染そのものだろという意見が多かったです。とりあえず生命財産家族全部よこせ、皆に平等に分けるためだ、配分はこっちで決める、逆らうなら物理排除するっていうのが共産主義、邪教そのものっすね。命もまあウイグルでやられてますよね、臓器取るため。家族も労働力として、もちろん財産土地や建物なんかも現金も奪われる、邪教そのものの共産主義。個人の所有権も認めねえしね。これソ連は個人の所有権認めてられませんでした。幹部だけは認められてました。ここもカルトですね。幹部と一般信者が待遇が違っているのはカルトの証拠。だってキリストもお釈迦様も弟子と同じもの食って同じところに寝てたんだね。
カルト要素プラステロリスト要素もあるから公安に監視されてんでしょうね、あの共産党がね。少なくとも学会がテロを起こしたって聞いたことない。まあ、あの学会は犯罪してないっていう、しないっていう意味ではありませんけれど、ジャーナリストの西村幸雄さん、国際反対勢力の連絡先と日中国交正常化50周年をね祝う集会の連絡先が同じ、国葬反対集会事務局、松代周平、小山俊っていうのかな、藤田、日中国交正常化実行委員会、松代、小山、藤田、番号も名前も全く一緒、3名とも一緒であります。世論であります。雑だな、なんとまあ分かりやすい、どっちも見たガチだった。つまりどちらも中共の関与が深いと、クワッドを牽引した安倍総理の功績が内外に広まるのが都合悪かったんでしょうね。隠そうともしてない日本人舐めてんのか。情弱でこんなのネットですぐバレんだよって知りもしない可能性あんねえこれね。さらにあの記載されたメアド、村山談話1995を調べるとですね、村山談話の会、藤田孝景理事長74歳っていうのにヒットします。こちらのですね、右から3番目の首だけ出てる人が藤田さん、0908808 5000番、番号やな、これあの早めに取ったのかな、090だし、ハンチング被ってんのがこれあの総係の文と高田健でしょうか、ちょっとはっきりしないですけど、この人はあの国葬ウエメロ訴訟を起こしてですね、外国人記者になんで反対派は老人ばっかなんですかって聞かれちゃった人ですね。ちょっと定かでないですけど、注釈によればこの頃は高田武って名乗ってたようで、真っ当に生きてる人がなんで偽名なんでしょうね、おかしいなーいうことなんですけど、で村山談話の回、これね昔見た記憶で住所が西早稲田 2-38 事務局の事務所だったと思うんだよな。ちょっと確認するために検索したんですけど、出てきませんでした。画像検索なんかかけるとまた違うかもしれないですけど、村山談話の会、要するにあの中国に謝りたくてしょうがねえみたいな、そんなような会なんですけれども、実際にあの中国にも行ったりなんかして、あとあの人民日報なんかにも、活動が取り上げられたりなんかしてる手先機関と言ってもいいんですけど、住所は確かね西早稲田 2-38 じゃなかったっけな、ちょっとあの確認取れませんでした。すいません。というわけで11月の NHK でも池袋でやむえずになります。来年になればあの渋谷の公園空いてるそうだから、まあまあ春にまたやろうかな、 NHK が報道するまで、なんていうことを考えております。メール党員さんになってください。呼んでるだけで賢くなります。地区支部長も大募集であります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。